オイルを出してもらって、つけて、つけます。タオルじゃないっていうから、タオルを拭いて、渡して、それを、スプレーさせて、ちょっといいですか。スプレーが、何万もピンとこ出て、で、プレスを外して、渡して、あとには何かしよう。で、ちょっと拭いてみたらいいですか、拭いて。そうそうそう、センターに歩いて、あ、かわいい、クリーンから、かわいい、いいね、メガネさん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 、メガネさらに、科学部の取り組み、学科間コラボレーションの授業では、尿学科の学生、はい、車中の宮地です。よろしくお願いします。お願いします。お元気。タイミングをちょっと見たいと思いますので、じゃあモデルさん、よろしくお願いします。かわいいね。モデルさんも学生さんですよね。そう。今ここの学校の在校生の方で、こういう時っていつもね、結構いろいろね、僕がモデルさんとやりたいとかあるんですけど、なんかいいよね、学生さんが親に来て、じゃあ巻いていきたいと思います。巻いてくる、こっちも分けてあげて、よしよし。本当はなんか前頭のウェーブにしようかなと思ったけど、ちょっと時間がないのと、モード学園の、ね、テーマがね、ゼロからプロっていうのがあって、じゃあ俺もちゃんとゼロからやりたいと思って、ね、後ろだけ巻いていこうかなと思ったんだけど、それずるいかなと思って、ゼロから行こうかなと思って、ちょっとね、シュッ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 。で、あんまり熱当たりすぎると痛んじゃうから、結構パパッと巻いてあげた方が髪には優しいです。ちょっともう頭の形が綺麗に見えるように、全部外羽でもいいんだけど、ちょっとここを内巻きでボリューム出してあげると、ここがふわっとする。よいしょ。今飛ばし中なんですよ、前髪ね。ここをまず、外羽でこうやって巻きます。でこれだけだと、ちょっとベタッとして見えちゃうから。よいしょ。うん。オイルください。で、これオイル、車中のオイルなんだけど、匂いがめっちゃいいですよ。ほら、ツヤツヤになったでしょ。必要なんだけど、必要というより痩せる、こうやってこんなやらなくていいんだよね。あ、かわいい、かわいい、かわいいですよね。で、分かるのが今日から私服もすごい可愛くて、じゃあ可愛い、はい、ちょっと微調整をして、じゃあ可愛いのもなんか拍手お願いします。じゃあ小田さん、はい、可愛いね。小田さんに助けられました。もう一度拍手お願いします。可愛いです。始めるっていうのが大事。みんなはまだゼロじゃないかもしれないけど、もう今やりたいって子がいて、ね、あれかもしれないけど、全員インスタグラムそうじゃん。今僕って9万9000人だけどフォロワーがいるんですけど、スタートはゼロなんですよね。そう、なんか売り上げもそう、ね、一番やってる時に5、600万ぐらいやったけど、でもゼロからスタート、うん、